2年前、長い間続けた立ち飲み屋を閉めた S さんは、しばらく無気力な状態となり、何もやる気が起きず、日がな一日、テレビを見ながら過ごしていた。そんなある晩、コンビニのおでんをつまみながら一人で晩酌をしていると、玄関の方からパッと音がした。見に行くと、靴脱ぎ場で傘が開いている。無色透明のビニール傘でシューズボックスにかけてあったものだ。とじが甘かったかと手に取ると、バラバラっと水滴が落ちる。傘が濡れているのだ。しばらく雨は降っていないので、傘は外に持ち出していない。水が出るようなものも玄関には置いていなかった。室温の関係で閉じた傘の中に結露が起きたのだろうか。それぐらいの理由しか思いつかない。玄関の外に出ると、傘にまとわりつく水を切り、またシューズボックスにかけておいた。それから5分も経たず、バッと音がする。見に行くと傘が開いていた。しかもしっかり水を切ったはずなのに、ビニールにはびっしりと水滴がついている。その晩、幾度も傘は勝手に開いた。バッと音がすると、晩酌を中断し玄関へ行って傘を閉じた。その度に最初の時と同じ量の水滴がバラバラと靴脱ぎ場に落ちる。それが5度、6度と続くと、さすがに気味が悪くなった。傘はもう開いたままにしておき、十分に水が切れたら分別して処分しようと考えた。1時間ほど置いてから見に行くと、開いた傘の下に驚くほどの量の水が溜まっていた。しかもビニールの表面にはまだたくさんの水滴の粒が浮いている。不気味だった。300円そこらのビニール傘なのに、まがまがしいものに見えた。今どうこうする気にもならず、傘の処分も溜まった水の処理も明日の自分に任せ、この日は何が起きても放っておくことにした。ところがそうはさせてもらえなかった。横になってテレビを見ていると、今度は玄関の方から水を踏むような音がしだした。はじめは無視をしていたが、音が止む気配はない。黙っていれば5分でも10分でも鳴り続けている。おい、さっきから何なんだ。誰かいるのか。無性に腹が立ってきた S さんは、今傘を処分してやろうと玄関へ向かった。だが途中で立ち止まる。そこから先に進めなかった。玄関の陰気な照明の中、ビニール傘は先端部分を S さんの方に向けて開いていた。そのビニール越しに子供の足が。